その犯人は、アマネあなたです。あ、そんな、アマネが。な、何を言うか、ノースと。わらわは違う、違うぞいいえ、ミコトを殺したのはあなたです。パティアもね。おそらく。 エルフィリスもあなたのせいでしょう。あまね、どうして違うわらわは殺してなどおらぬノーストンは何か勘違いをしているのじゃ、冷静になれ俺は冷静ですよ。ちゃんと自覚もしています。クラウを殺したのは俺だってね。は リュカはわかりませんが、状況からすると、ランザーボを殺したのはエルフィリスでしょう。ちょ、ちょっと待ってください。一体どういうことなんですか順を追って説明します。まず前提として、俺たちの中に、スキラが化けた人物なんていません。えそ,そんなはずは、だって、 私が見つけた手記には。あの手記を書いた人が参加したゲームにはいたのかもしれません。でも、俺たちの中にはいませんね。随分と確信があるのだな。その根拠は何じゃでは逆に聞きますが、仮にスキラが誰かに化けたとして、その誰かはどこへ行ったんでしょう それは、その、やっぱり殺されたのではないのかあそうかそれだとおかしいんです人形の数が合わなくなりますそうか。死んだ人の魂があの人形になると言うなら、もう一体人形が多くなければならないのかでも、それなら、 どうしてみんなは魂を取られちゃったのそうじゃわらわは魂を抜き取るなんて器用な真似はできぬぞこの島の言い伝えです。言い伝え悪しき者が魂を喰らうという奴のことかええ。あれがスキラのことを伝えたものなら無視はできません。 島に伝わっていた言葉。それは、ここは蔡儀の島。決して言葉に惑わされることなかれ。蔡儀の島この島では物事を疑えということですかその言葉は島の近畿として伝わっていました。なら正しくは信じるな。 だと思います。そして、言葉に惑わされることなかれ。これは言うことを聞くな。おそらくは、返事をするな、でしょう。なんだかよくわからないよ結局、どういうことなのこの島には、死の引き金となる言葉があるということです。死の引き金の言葉 信じるな、そして、返事をするな、ということは。つまり、この島では、信じると言われ、それに対して、自分も信じるなどと返事をすると、死ぬということですかはい、そう思います。先ほどの、ミコとあまネの会話を聞いて確信しました。それが、 この島が呪われていると伝えられたゆえんでしょう。そうか。そういうことであれば、引き金を引いたのはわらわじゃ。みことも、パティアも、エルフィリスも。ええ。俺も、クラウに対して引き金を引いています。多分。 リュカに対して引き金を引いたのは俺だ。あの日の夜、そんな風な会話をした覚えがある。<laughs> ずい随分な名推理だが、それでどうするつもりなんだどう、とは。仮に全部あんたらの言う通りだとして、何が変わるって言うんだ、おい。 それとも、何も状況は変わってないのに気づけないほどおまぬけさんかもううるさいな嫌なことばっかり言うんだからちょっと黙っててよねですが、カルティの言う通りです。死者が増える仕組みは分かっても、問題が解決したわけではありません。ゲームが終わったわけでも、 島から出られるようになったわけでもないんですから。だけど、とりあえずこれ以上人が死ななくて済むようになった。これだけでも大きな前進だよ。本当にそうなのかなそもそもお前らの言う引き金が当たってる証拠もねえだろうに。本当は全然違う言葉が引き金だったりして。 明日また死体ができてなきゃいいけどな。<laughs> 何を言うかと思えばそんなことか。証拠を見つけるなど簡単じゃろ。実際にその方法を試してみれば良いだけじゃ。え、実際に あいない。わらわはここにいる皆を信じておる。死んで人形にされても、すぐに元に戻れるはずじゃ。アマネ…待ってください、アマネさん。あなたの覚悟はわかりました。でも試すなら、もっと色々と考えてみたいです。考える 一体何を考えようというのじゃ例えば、返答である必要はあるのか、とかですね。文脈関係なく、お互いに信じると言いさえすればいいのか。他にも、言葉さえあれば、信頼関係はそこに成立していなくてよいのか、とか、知るべきことはいっぱいです。なるほど。 嘘でも信じると言ってしまえば、それが引き金となるのかは知りたいところです。そんなこと、確認する意味があるとは思えんがな。そ、そうでしょうか。そうじゃ。口先だけの信頼に、一体何の意味があるというのじゃ。そんなもので殺されてはたまらん。 そう思うんなら試してみりゃいい。試す何を。もちろん嘘の言葉でも死んじゃうかどうかをだよ誰も何にも信じてないことに定評のあるこのカル様が 信じることをやめない愚かな皆な様に代わって信じてあげましょうイあまねえお前を信じてる。なーんてなーあ何なんということは。さ返答をちょうだいなあまねちゃん。 私、カル様を信じるって言っちゃって言っちゃってーその必要はないじゃろう。あそうですね。返事はいただきましたし。んわらわはちゃんと言ったぞ。ここにいる皆を信じるとな。当然。 お前も入っているだろうそして、あなたは信じると言った。これで、引き金が成立したはずですよね。て、てめえら、俺様をはめたのかあなたは言いましたね。俺たちはゲームの駒で、あなたが番だと。 ゲームを無理やりやめたくなったら、晩ごとひっくり返すしかないでしょう。ジクスー許せねおい、カール様スキラに助けを求めるなら、早い方が良いのではないのかそうですね。引き金が引かれてからの時間は待ち待ちのようです。 すぐに死なないとも限らないようですから許せねえ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 許せ,え <laughs> 許せ <laughs> 消えた死んだのか <laughs> これからどうなるのわかりませんが、スキュラが黙っているはずが。自信まずいぞみんな早く外に許せないわ。わらわの楽しみを台無しにして。スキュラ 許せぬのはこちらのセリフじゃ散々馬鹿にしよってもういいわ。もうゲームは終わり。我らは自身があなたたちの体をめちゃくちゃにしてあげる前に戦った時とは段違いのマナーお、おいどうなってる なんでまたスキュラがえ、この声、まさかリュウカーみんなよかったー喜ぶのはまだ早いぞまずはスキュラを叩きのめすのじゃ一切はわからぬが、うまくやったようだな。ならば、 あとは自然の断りを外れた下道を中するのみ。この島ではずっとフラストレーションが溜まってたからね。今から全部発散してやるおバカさんたち、素直にわらわの人形になっていた方が楽に死ねたのに。せめて、いっぱい後悔しながら死んでちょうだいね